皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあルナちゃん、はい、ルナちゃんはサッカー好きですか？好きです。いや好きちゃうなこれいやいやあんまり詳しくないだけ。見たりはする見たりはします。代表戦とかも、はい、ぐらい、はい、サッカーチームあんまり知ってとかない？あんまりないですね。ルナちゃんどこ出身やっけ？東京です。あどうも FC 東京とかさ あるじゃない。はいはい、まあ、知ってるでしょ？知ってます知ってます。あであんみ生で見たことはない？生で見たことはないです。で分かりました。じゃあ今日はそのきっと魅力を伝えてくれると思います。はい、はい、ということで今週のゲストの方ご紹介お願いいたします。はい、今日のゲストの方をご紹介します。広島経済大学教授元浦和レッズ社長藤口光則さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、よろしくお願いします。すごいよ。すいません、うちの MC 忖度ができない人です。浦和レッズは聞いたことあるでしょ？浦和レッズは聞いたことあります。でしょ？あんまりスポーツを見る過程じゃなかったんですよ。過程がね。そうなんですよ。いや藤口さんといえば、まあ、もちろんレッズの、ね、元社長でもありますけど、はい、僕は今めちゃくちゃ感動しているのは、はい、フットサルのもうトップなんですよ。フットサルのトップですっていうのもおかしいけどフットサルのトップリーグの社団法人ができたんですよね。そうですね、この春にですね、はい、一般社団法人日本フットサルトップリーグというですね、はいはい、初代代表理事ですか、はい、あそうなんですか。 F リーグっていうフットサルのトップリーグがあるんですけど、それ、まあ、女子のリーグもあるので、うん、そういうのをまとめるためにそういうのができたんですよね、はい、一個の法人が、うん、そういうの初代の代表理事ですから、ね、じゃあもしフットサルがオリンピックになれば大変なことになるわけですね。そうですし、僕はもうずっとフットサルやってたんで学生時代、はい、だからめちゃくちゃ感動してるんですけども、藤口さんはもともともちろん日本代表としても、選手としてもやられてますけども、そのスタートサッカーのスタートっていうのはこの藤口さん73歳ということですけど、73歳なんですけどあの頃ってサッカーって日本ではもう全然人気のあるスポーツじゃなかったわけですよね、はい、きっかけ何だったんですか、サッカー始めようって。だからあの当時見れば日本サッカー氷河期って出てますよ、はいはいはい、で、まあ、私は生まれは群馬県っていうね、うん、赤城山のふもとですから、はい、もうサッカーっていうものがあること自体も知らないわけですよ、その当時は。ほうだからプロ野球しか テレビつければ、うん、巨人戦をやってるという、うん、そういう時代ですから。で、ね、大人からお前大きくなったら何になるんだ、4番サード中島だって言うと、うん、バカ、いや慣れるわけねえだろとかさ、うん、そういう時代ですから、サッカーの楽しみも知らないんですよ、はい、うん、そこで育って、で今度、まあ、中学高校とちょっと新島学園っていう、うん、まあ、私立のね、うん、ちょっと親元を離れて、うん、独身寮が、なるほどなるほど、そういうところに行って、うん、はい、まあ、そこでだからいろいろいい先輩とかそういう仲間とか、うんうん、でいい先生ですね、うん、いろいろこうやってて、ちょっと中学時代陸上競技をやってて、うん、3年の夏の夏にもう膝痛めちゃって、うん、もうそして近くの病院に連れてったらもう切らなきゃいけないって言われて、はい、これは大変だったんで、その先生が親元に連れてってくれて、うん、でまあ親父がやっぱり陸上関係の仕事をしてたし、うんうん、いろいろそういうドクターも知ってるし、はいはいはい、まあ、群馬大学のすごい、うんうん、総合病院があって、うんうん、で先生に言ってるから見てもらえっつって行ったら、もう開口一番でいろいろ調べたら、なんだこれは病気じゃないよって。おうおうおう、え、なんですか。要するに成長痛って言ってね、はあ、昔はそんななかったんです、全然知られてないんですよ、だからもうとにかく1年間ちょっと運動休みなさいって、はいはい、そしたら大丈夫だなんていうね、そう言われてね、と思って、まあ、足切らなくていいってほっとしたのと、はい、ところが1年間も今までやってたのにできないっていう寂しさ、うん、でもほら中学の夏でしょ、はいはい、だから今度高校受験があるから、はい、もう勉強せえってことだろうなんて言うんで、うん、でそうこうしてるうちに今度高校入った時にある先生から声かけられたんですよ、うん、君何してんの、うん、いやこれこれこういうわけで今できないんですって言ったら、うん、まあ、ちょっと明日からサッカー部来なさいなんて言って、そのサッカーの監督やったり部長だったりね、あの当時の先生に言われて、うん、はい、入って行って、最初走れないから先輩方の
見てたらなんかこうただ走るだけよりもボールを追っかけてる方が面白いなって気になって、でこれはちょっと面白そうだなっつってちょっとあの陰でね軽くこう動いたりしてて、でずっとこうやりだしたんですよ、うん、で1ヶ月ぐらい2ヶ月こう経ってて経過がも良くなって走れるようになって、うん、で夏休みに合宿してそこでもう体力が衰えてるからこうでやって、でサッカーのもうなんて面白さに入っちゃって、うん、でこれはもうサッカーやるんだったらでとにかく楽しいからね、うん、もうやろうってやりだした、うん、それがサッカーのきっかけですよ。でそれで2年3年で、まあ、一応県代表とかそういうのもなってって、どうせやるんだったらトップを目指そう、うん、で群馬県なんていうところじゃなくてやっぱ東京に出てってね、はいはい、やっぱりやんなきゃいけないっていう、うん、であの当時は早稲田大学がね強かったんですよ、あの森鎌本とかねすごい あの全然社会人になって勝てなかった時代ですよ。だからどうせやるんだったら早稲田行ってやりたいみたいなね、もうそんなの普通の人を聞いたらお前はバカ言うなって言われちゃうんだけども、うん、自分ではそういう思ってた、うんうん、で今はないんだけど正門の横に早稲田ゼミナール店があって、あ、はいはいはい、でそこに行こうっつって、はい、もうだからあのあ今だったら阿佐ヶ谷かあの下宿ちょっと、うん、して友達もね、はい、高校の友達も、うん、なんか一緒にそこで下宿して、うん、で、通ってやった、だけど今はもう早稲田ゼミナール なぜか慶応なちょっと行くことになったんだけど、それはね、これじゃなくて慶応に行くんですもんね。これをね話し出すとちょっと長くなっちゃう、長くなっちゃうからどうしようか。いやだから法政のその新島学園の高校の、はい、法政大学に行ってる先輩がある夏に来たわけよ、うんうん、はいはい、あのその時君はどうするんだどこ行くんだって、うん、いやで早稲田目指してるんですって言ったら、はい、お前早稲田行ったらもう1日2日で終われたし、いや、ね、全然そんなレベルが違うし、レベルが高い、もう、ね、もう早稲田なんかじゃねえよって、うん、まあ、せいぜい慶応だろって言うんだよね、はい、えってこっちは何も知らないからね、はい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 、で要するに早稲田ダメだから法政来いって言うんかと思ったら全然関係ない、違うとこで、せいぜい慶応だろうそういうね、確かに慶応ってこの下の方だったからねでもあれ正解だったかもしれない、確かにもう行って慶応行って最初はだって1年浪人してるから体も動かさないから、もうとことこ走りでもただひたすらもう3ヶ月間ぐらいグラウンドを走るって、ただそれぐらいから始めてね、で これもだから今度大学の夏の合宿そこで体鍛えて、だから秋のリーグ戦からサブの入って、はいはいはい、2試合目ぐらいから今度出られるようになって、そこでこうやってずっとこう来ちゃったっていう、だからそういうね、もうただサッカーっていうものに出会って、でもう本当に面白くなってトップを目指そうっていうかね、でもそのやっぱりそのサッカー部の、まあ、進藤先生っていうね先生、今もう亡くなりになってるけど進藤先生に出会ったっていうのが大きいわけですよ。やっぱりこれは人との出会いとかね、なんかすごく大事なんですよ、うん、ああ大学リーグで得点王も取るんですもんね。ああそうなんです、はい、すごいですよ、うん、そしてそこから三菱重工サッカー部に入るんですよ、はい、だからその大学の時にいろいろその日本のサッカーも1964年に東京オリンピックをやるっていうんで、うん、はい、強化しなきゃいけないっていうんで、はい、デッドマーク・クラマーさんっていうのをドイツから呼んで指導者として、はい、うん、で、まあ、東京オリンピック、まあ、アルゼンチンとやって勝ったりしてそこそこ頑張って4年後のメキシコ1968年のメキシコで銅メダルを取った、うん、でだからその時の人たちがもうこう年齢が上がってた、はいはい、でそうするともっと日本のサッカーを開けるためには若い人も鍛えなきゃいけないっていうんで、うん、はい、アンダー24って24歳以下の人たちを集めて、はい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 、社会人も大学生もみんな集めて、はいはいはい、今ちょっとないのかな、東大のケミ川の運動場っていう、うん、あそこが、うん、あのそういう代表の練習場だった、はいはい、でそこに 何百人も集められてね、1日目、はい、終わったと半分ぐらい、あセレクションみたいになるんですね、また2回目半分で24人ぐらいだったから最後、はい、でもそこになんか残って、で初めてその夏に、うん、あのハンガリーとドイツかな、はい、初めて飛行機に乗って行って試合に行って、あれも大きかったね、試合っていうかもう本当に向こうの指導者に、指導もしてもらう、そうそう、だから日本はもう走るとかガンガンやってるんだけども、はい、最初の頃は、ね、ただ本当にとことこ走るからスタートしてとかね、そういういろいろちょっと新しいことやって、一番大きかったのはやっぱ環境だよね、あドイツに行ったらもう
本当に緑の芝生がもうわーってあって、ね、あれもう緑の芝生でボールを扱っただけで自分はすごくうまくなったという、はい、もうそういう気持ちもらう。これねめちゃくちゃ大事で今ねサッカー協会は日本全国に芝生のグラウンドをもっと増やそうという活動をたくさんしているんですよね、うん、それはだから J リーグをスタートさせてそれがきっかけなんだよ。それは、そうですよね、それまで話すと長いけどね。そうで僕ゴレールやってたからキーパーやってたんです、うん、ゴレールやってたんでキーパーが日本は育ちにくい環境だって言われた。それは土のグラウンドでキーパーが飛んだり跳ねたりして痛いでしょ。痛いですね。だから若い子が痛がってしないし飛び込まなくなるから、これが海外との大きな差だってずっと言われてきて、すごいそういうの肌で感じてきたってことですもんね。そういうのを見てきてるからね、あのいろいろこの後話が出てきますけども、環境整備とかなんかにもこう必要だっていう話よね。そうですよね。で三菱サッカーをやって、その三菱まあ強かったですから、だからそれは三菱重工に、うん、入ったのは杉山さんっていうね、あのウイングもう日本代表するいて、あのやっぱりあの私も左のウイング11番付けでやってたから、やっぱりあの杉山さんとやりたいっていう気持ちがあったし、慶応からも先輩が何人か行ってたってもあるんだよね。なるほど。ところがその入った時に、はいはい、あれと思ったら杉山さんはそれで引退したんだ、うんうん、ちゃって、で監督に、なんでですかみたいなこと言ったら、お前が代わりにやれなんつって、そんなこと言ってもらっつってた。それでちょっと11番もらったんだけど、先輩から言われちゃって、はい、新人がそんな背番号つけるおかしいだろみたいな。ドラマがありますよね。そうそうそう。でもおかげで、でもね、その後またいい指導者に恵まれて、はい、二宮博さんっていうね、三菱 あの人がヨーロッパに行って、あの一緒にこう、連れてってくれて、バイスバーラー、ヘネス・バイスバーラー監督と恋になって、の指導を受けたりね、ボルシア・メンヘングラッドバッハとか、1FC ケルンとかね、あとはスペインのバルセロナまで行かせてもらって、そこでヨハン・クライフと出会って、もうそれを受けた。だからそういう経験もしてね、非常に良かったの。だからやっぱり人との出会いって大事ってことね。大事ですよ、それはね。で、これでね、ここまでこう藤口さんの話を聞いてきましたけども、そしてまあ三菱重工ですから、まあ、レッツね、はい、浦和レッツという、はい、まあ、日本で一番人気のあるサッカー球団ですけども、はい、そこの社長になるわけじゃないですか、はい、これってどういう話の流れ。いや、ですから、その今度三菱重工に入って現役やってて、はい、終わったらその配属にして、はい、あのサラリーマンとしてやっていくっていうのが一般的だったんですよ、はいはいはい、でも最後にだからちょっとあの怪我してやってて、はい、まあ、監督と話してて、うん、でそれもだからヨーロッパに行かせてもらったりしてて、ヨーロッパのクラブを見てて、うんうんうん、やっぱりゼネラルマネージャー GM がしっかり、やっぱりそれがすごく大事なんですよ。でそれを見てたから、要するにプレーするだけじゃなくて支える側が必要だっていうのをすごく感じてて、だからもう最後にやっぱり今度日本で最初の GM になろうっていう気持ちにちょっとなって、その監督と相談して、じゃあ主務という、その昔言ったらマネージャーみたいなね、そのチームのそういうポジションつけててもらって、あの1年間非常に大きかったですね。でだからいろいろ合宿の手配だったら、交通の手配やら宿舎の手配とか全部そういうのやって、最後清算をして今度会社に報告するっていう、はいはいはい、そういうこともやらせてもらったんだけども、あれは非常に良かったかなと思いますね。で今度は仲間を集めて、その日本サッカーリーグ時代の仲間、はい、運営をしている若い人を集めて、はい、このままじゃ日本のサッカーはダメだよね、はい、やっぱりプロを作んなきゃいけないよねっていう話をして、うん、徐々にこう持っていって、でまあいろいろ仲間、古川電工、三菱重工、日立とかいろいろあったけども、うん、古川電工の中にで株主さんを知ってる人がいて、それをチェアマンが、そうそう、一緒に連れてきてもらって、でそこからこうずっとやって1993年、まあ実際には92年からプロ間にはなってるんだけどね、でそれで今のサッカーにつながってるっていう点では間違ってはなかったかなとは思うけどね。素晴らしい話です。それでだからもう最初にだから J リーグのまあ、事務局にも行ったんだけども、はい、やっぱり今度クラブのやっぱり代表、最初はだから事業広報部長で浦和レッズの立ち上げからやってて、でその後 J リーグに、はは、5年ぐらいで J リーグに来て、今度リーグの全般を見て、はで今度また代表として、でやっぱり J リーグの求めてたホームタウン性ってね、はいはいはい、地域に根ざしたスポーツクラブ作りって、これをやっぱりしっかりしなきゃいけないっていうことで J リーグ行った時も、これも
みんなにも なったし、レッズはもうだから最初からそういうことを言ってました。ちょっとお時間が来てしまったので、ちょっとジグさんこういう、はい、そういう社長としてレッズをやっていくんですけど、はい、来週はちょっとまた来ていただいて、まあ、どういうふうな現在、まあ今教授ですからね、広島経済大学の、はい、そこでスポーツを支えるとは何なのかというようなことをちょっと聞けたらなと思っておりますので、はい、ちょっとお忙しいと思いますが、はい、来週も来ていただいて、はい、そして、最後にお別れに曲を一曲、藤井さんのお好きな曲をかけたいなと思うんですけど、何がいいでしょうか。今はやっぱり同じ慶応でね、はい、同年代だったら中村雅俊さんの触れ合いでしょうかね。はい、では、はい、じゃ中村雅俊さんの触れ合いを聞いてお別れにしたいと思います。はい、来週もまた藤井さんよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。